競馬部員のスピード予想競馬、どうぞ はいどうもー。スーパースピード競馬予想の競馬 V でございます。はい。京都11です。リ東ドオステックス、ダートです。大好きなダート戦もうパパッと予想の方だけ、えー、時間もないので、えー、言っときます、えー。動画の方ね、上げないでおこうと思ったんですけど、やはりここは自信があるダート戦ですんで、ここは行っときましょう。はい。もう一応ね、天気も晴れたんで、パリパリっと行っときましょうか。私の一番の 評価した馬は、この馬、ダノンフェイスにします。ダノンフェイス。はい。ここは金亀3区の、えー、1400メートルのダノンフェイスなんですけども、まあ実績のある馬ですから、まああの京都の実績もあるんで、まあ14に関してはこの馬は強いかなと。 思いままして選手、まあ、はね、選手とか前回はちょっとポラリス X 自分な辺の系はできなかったということでまあ G3 の根岸ではね、あの強い馬の中4着まで持ってきているということは実力はある馬だと思うんで人気しない方がおかしいと思ったんでダノンフェイスにします。で2番手評価はやはりこの馬どっちになるか分からんけどドリュー、ドリューなんですけどもう走るか走らんかも はっきりしてる馬なんですよね。もう自分の競馬、まあ一気に、えー、道が前が開いて、一気に差してくる足あれば、まあドリューは一番期待できる足の強い馬だと思うんで、もう専用のここぐらいしか勝つとこはないと思っておりますんで、はい、2番手評価ドリューにします。へい。で、3番手評価なるんですけど、悩んだんでありますけども、ここはファッショニスター、いや、 サークセスエナリジーでいきます。まあ、言うでも、あのー、一番絶好調な馬なんじゃないですかね。1 2 0 0やったら、まあ、この馬、ダート、強いかなと思ってます。サクセスエナジー。はい。もうい、一番,番人気でも仕方ないですね。はい。ということで、僕の今回、リットセックス、ドリュート、サクセスエナジー、そして、えー、どこ行った どこ行ったんダノンフェイス <laughs> 1、3、5のワイドとウマレンを、えー、ボックスで買おうと思っておりますんで、よろしくお願いします。もしよかったらチャンネル登録、そしてコメント、えー、評価の方、よろしくお願いいたします。では今日も競馬ライフ、頑張って遊んでいこうぜブイブイブイ